と思います。学者の会市民連合から佐藤真奈美さんお願いいたします。皆さんこんにちは。市民連合と学者の会を代表しまして皆さんに熱い連帯の挨拶を送ります。皆さん、現在の日本の政治、この国会、そして官僚組織、これほど腐り切った姿を露呈したことがあったでしょうか。腐り切っています。腐敗しきっています。国会の方から風が吹いてくると臭い匂いがしませんか。この国会を私たちの力で取り戻しましょう。柳沢秘書官の首相案件という文書が出てきました。とんでもない文書ですよ。加計学園の真相をはっきりさせる文書ではないでしょうか。通常の総理大臣ならここで首相の辞任をするのが当たり前ではないでしょうか。彼は抜け抜けと言いました。全部の海を出す。お前が海だよ。明日にでも出てもらいましょう。さて、財務省長のトップで2番目のトップですか、大臣がトップですからね、事務次官、福田事務次官、とんでもないことをやっていました。セクハラ知事です。情けないじゃないですか。私はあのニュースを見て、こんな日本にするために、こんな政治を作るために、これまで学び働いて戦ってきたわけじゃない、この怒りを感じました。皆さん、あの福田次官、なんと同期生は佐川、佐古田、それに片山さつきですよ。ろくなのがいないじゃないですか。最低の同期生です。しかし考えてみてください。あんな最低の同期生をトップの座につけたのは誰でしょう。安倍がいるからああいう人たちが生まれたんです。ぜひとも安倍にはその責任を取ってもらおうじゃないでしょうか。さて、3週間前私は韓国にいました。韓国ではあの100万人でパク大統領を追い出した、あのデモが今も続いています。私が訪問した日もあの広場に何万人という群衆が、市民が立ち上がっていました。その韓国で3月26日、私が韓国を去った翌日ですが、文在寅大統領は新しい憲法草案を提唱しました。ご存知でしょうか。その憲法草案の柱は、国民の権利を市民の基本的人権に置き換える改憲案なんです。さらに労働者を守る改憲案です。平和を推進する改憲案なんです。日本とは真逆ではないでしょうか。一日も早く安倍首相を国会から出て追放して、私たちも真っ当な政治の道を歩み出そうではありませんか。最後まで戦いましょう。ありがとう。学者の会、佐藤真奈美さん、ありがとうございます。